久保、三笘、ハーランド、グリーリッシュと三笘両方抱えたいみたいな。久保、ケ久さんのマンチェスターシティ。ベルナンド・シルバの後継者は久保、ケ久さんになるって僕はずっと思ってますからね。フリーリー、三笘と久保の両役で CL 優勝み見たいです。もう全然今の時代だとなしの話じゃないですよね。僕はそういう時代になったら、日本がブラジル代表化したら森保監督はむしろベストな監督になると思ってますからね。日本が格下の状況で上に勝ってかなきゃっていう状況だと、 選手の質足りないからいろいろ工夫しなきゃだったら森保さんじゃ厳しいんだけど、選手普通にやらしたら日本って強いよね。でいいんだったら森保さんはいい監督です。いい監督っていうか妥当な監督。フランスで言うデシャンみたいな感じです。アルテタ、久保をまだ追いかけてると思います。あれなんですよね、こうラージリストとかアーセナルのスカウトの中に久保入ってるみたいなスカウティングリスト入ってるっていう、あれ大体あああいうの大きく作りますからね。だってみんなもさ、自分がクラブ持ってたらそうでしょ。もう一人集中なんて絶対なくない ここのポジション、この選手が移籍したらこれだな、みたいなリスト作っといて、それでやるでしょ。そんな感じだと思いますよ。日本代表の右側、久保と伊藤、どっちがいいですか僕は伊藤を右に使って久保中盤に使いたいですけどね。そうなると、鎌田一列下げなきゃいけないとか、だか今、タレント豊富だからね、右と左三笘にして、真ん中に久保を置きたいですけどね。その時に鎌田と二人でインサイドハーフやらすのか、どっちかは控えにするのかっていうのは、もうその時の相手との状況にもよりますよね。 イバプルが結構久保を見てるみたいです。もうそれは見るでしょだって、ラリーガでね、普通に、あの、週間、あの、MVP みたいなのを取ってるしさ、毎試合ちゃんとアベレージ高く活躍してて、フィジカルも高まってて、運動量も落ちないじゃないですか。で、アセンションもね、獲得リスト上がったらしい。えー、右のウィングと中盤できる選手なんてね、なかなかいないですからね。代表で久保うまくいってないイメージあるどうなんだろう世間的にあんのかな 普通にだって前半で決め打ち交代みたいなのされててさ、で普通に今代表呼ばれて活躍してるじゃん。多分うまくいってないっていうのを誰かに言われてイメージに植え付けられてるか、久保へのハードル高いかどっちかだと思いますね。レアルマドリーね、あれさ、来るとしたら、僕1月はないと思ってるんですよ。まあソシエダが契約解除条項というか、買い戻しオプションを半年でも戻せるっていうふうになったら、それあるかなって一瞬思ったんだけど、久保がそれしないだろうなっていう。 1>, 1月にソシエダからマドリーに戻すってなって分かりましたって行かないでしょ絶対ライカーだと思うんですよね。で、ライカーになると何起きるかっていうと、エンバペのフリーの状況になるんですよ。で、エンバペがフリーになった時に第一候補ってマドリーになるじゃん。ってなると前線に今のスリートップというか、ロドリー、ビニシウス、えー、っと、一応バルベルデもいて、ホセルもいて、 ベニンガムいてっていう。ここにさ、クボもエンバペもっていうのはちょっと現実的じゃないっていうか。で、全員揃ったとしても、エンバペいて、ビニシウスいて、ロドリゴいてってところには行かない方がいいじゃん。で、マドリーの立場だったら、今のクボの活躍、ラリーガンの中でもトップクラスに活躍してると。買い戻しオプションの額を払っても、転売でも受けられるっていうのがあるよね。47。え、エンバペは延長してないでしょ多分。僕が見た最新情報だとしてないです。 久保の立場とか大変な立場からしたら、まあ、スペインね、活躍したいだろうし、マドリーしかもうラインないと思うんだよ、これ以上のところは。バルサにはもう、一回マドリーと契約した後と、バルサに行かせない契約になってるから、マドリって。絶対、物理的に無理ではないんだけど、バルサに移籍するときは、あの、その移籍金のパーセンテージ。他のチームだったら、移籍させるとき10%はマドリーくださいね、みたいなやつが、バルサだったら50%とかでやってるから、基本無理なんだよ。ってなるともう、 スペイン、スペイン国内のステップアップはマドリーンなんだけど、そこでエンバペがフリーで来る可能性が高い。っていうか、もう、会長の、あの、マドリーンの会長のあの、ペレスからしたら、そう、パリサンジェルマンから、えの、一番の嫌がらせは大スターをね、チームの中心選手をフリーで持っていくことだから。そう、ってなった時に、左絶対のビリシウス、真ん中と左に全部できるエンバペ、で、右左両方できるロドリゴみたいな。 もしかしたらベリンガム一列前使って、えー、右にエンバペ、左、ビニッシウスもあるかもしれないし、ロドリゴどんどん伸びてるし、みたいな。で、あと、クボの出番相当限られてくるから、で、インサイドハーフもさ、カマビンガいたり、バルベルディいたりとか、チアメにいたりとか、ベリンガムをインサイドハーフに使ってもいいじゃん。で、あと、クボ相当厳しくなるから、で、こうなるとやっぱりマドリーが買い戻しのあれ持ってて、クボにレギュラーで使うよ、つって、連れてきて、ちょっと状況変わっちゃった、つって。で、シティに売るとか、アーセナル売るっていうのはあるなと思って。 マドリー目線で言うと、絶対高くなるね、バルサがエメルソンでやったみたいな感じで、久保使って転売で儲けるとか、もしくは久保は使うけど、ロドリゴ売るとかね。まあ、今シーズン終わった時の活躍状況で、そこ決めそうだなっていうふうに思いますよね。っていう話。だから今ロドリゴがいいですよとか、今の久保だぞとかいう話で、今シーズン終わった後にエンバペは絶対狙い行くから。だから、まあ、 僕としてはもうソシエダは今季いっぱいかなと思ってるんですよ。久保のレベル的に凄す,すぎるから久保が。確かにね、シティが本気で久保狙い出したら、超嬉しいですけどね。ベルナーザシューバー、ルイジ選手で若手で探せって言ったら、マジで世界で探しても僕久保になると思うんですよ。結構そうじゃん、見てたら。ベルナード・シューバーの後釜に久保はめちゃくちゃ見たいですけどね。超合うと思うな、右のインス、ウィングやりながら、フリーロールででもちゃんと訳分かってるところに顔出すみたいな。 で、スペイン語喋れるからね、ペップとはコミュニケーション直で取れるし、英語は徐々に覚えればいいし、まあね、基礎言語的なのはね、できるだろうしね。ベルナルドが凄す,すぎるからなこれで右ウィング同じレベルの選手取るっていうのは、坂とかね、そのレベル取っては、そこにね、久保竹内さんだったら最高だけどね。ベルナルド出てって久保狙ってくんないかなここに久保武さん入ってくれたらな 去り方としてはこれ以上ないですけど、去ってほしくないですね。いや、ほんとそうだね。タビド・シルバー、ベルナード・シルバー、クボ・シルバーのシルバーの系譜の話っこ。ね。クボはシルバーじゃないんだけど、もうシルバーの系譜ってことになってる。マンチェスター・シティにね、クボ入ったりとかしたら、そんな最高のことはないですけどね。ソシエダがクボ依存になってるっていうか、ソシエダのビルドアップはもうサイドバック低い位置で開いてハマるから、ライン間で受ける選手のクオリティがもう物を言うみたいな。 ブライス・メンデスとかが頑張って前向いてクボ使うとか、あと切り替えの瞬間に奪ってトラオリとか早めにクボ預けてくれて仕掛けられるみたいな。クボ守備もうまいしね。まさにね、強度の継続性が出てきたから。あとあれですよね、ティアニーが今後仕上がってきたら、ティアニー側からクボへのクロスとかああいうの入ってくるから、それでクボの得点力が増えると思うんで、今、左からの攻撃がちょっと弱いところに、クボの可能性がまだ狭まってるから。 あと、あれですね。オヤルサバルが今後ゼロトップっていうか、まあ、オヤルサバルやってることあれワントップなんですけどね。ライン間で受けれるタイミングで、現れるのが苦手だったりして、後半ちょっと改善されたけど、オヤルサバルがさ、ライン上にいるから、だから点取ったシーンとかもさ、オヤルサバルが切り替えの瞬間で降りてて、ずれてるところに久保出てったじゃん。これがベーシックになると、この久保の抜け出し久保できるし、これで絞ってたらよりそう久保がね、この、ここの抜け出しされたくないがサイドバック絞ると久保が受けやすくなるから。 だから、ソシエダのチームのクオリティが上がると、久保がもっと活躍しやすくなるから。今みたいに活躍しやすい状況じゃないけど、質で活躍してる久保竹さはすごいですね、本当に。周りがこうでこうだったらなって言われる選手は多かったけど、周りがこうでこうで悪いんだけど、久保は活躍してんだよねっていう、そういうふうになってるね。ニオさん、今度の時点勝てると思います。もう自方で勝てる戦力になってきたよね。そうだからね、あの、森安さんが代表の監督で会うようになってきたんだよね。昔はさ、あの、もう日本代表でこういう修正案もされないから、 レアル・マドリーとかブラジル代表みたいに、それぞれの個人の判断が良くて戦術的に見えるチームっていうか、うまくいくみたいな。っていうのを目指すしかないみたいな。じゃあ本当に、久保田ね、河田だ、遠藤田三笘だ、戸間だっつって、そうで、トップに上田綺世出てきて、みたいな感じだから。そうなると、今度そのね、チームのタレントが揃って、その選手たちを頑張らせられる監督。マドリーだとアンチェロって昔だとデル・ボスケとかね。そういうのになってきたから、まあ、もったいなさも感じつ、つ大崩れしないから変な監督が来るよりいいなと思ったね。 ウィングの質トップクラスですね。この間すごい、ソシエダ、点取ったけど、普通に今後も点取れない試合とか、久保いなくてやばいみたいなありますね。全然。久保が怪我しないことって本当に重要ですね、ソシエダにおいては。トラオレいるじゃん、右サイドバックの。トラオレが、トラオレ史上一番トラオレっぽくらいプレイしますよね。顔出さないっていう。すごく脇役に徹するっていっぱい走ってくれるし、守備してくれるし、何よりすぐ久保にボール渡すっていう。だから、パスのテンポ良くなってきましたね、っていう。 あの、解説の方も、まあ、大沢さんすけ言ってて。トラオレいっつも久保にすぐ渡してくれて、あれがね、意外にいないじゃん。マフェオとかさ、今まで久保が組んでるサイドバックって日本代表以外さ、みんな顔出そうとするじゃん。いい、いい、お前いい、みたいな。だからトラオレがね、ほんと久保が欲しいタイミングでパスくれるし、最後の久保のさ、 あの、オンゴールなんらかったやつとか、久保がいつもたら俺にすぐパス出すから、今回もそうだと思って、そこでキックフェイントかけて、一回溜め作ったりしてるからね。サッカーの高いかっていうと、守備の判断とか見ると裏キャーできたかったり、ロックできてないとかあるから、サッカーの高いとか分け上がってるまで言うのはちょっと危ないんだけど、ただ、もうさ、ちゃんとサイドバックやってるっていう。やっぱり年齢いってるのがいいね。30超えてさ、フリー席で、あの、ソシエダ来た選手だから、 なんか、こっからもう一回売れようとしてないのがいいね。受ける人より番組うまく回す人みたいなさ、若手のガツガツさがないのがいいわ、あのポジションだと。そ,うそこが良かったと思いますね。あとはまあ、グラナダのクオリティ的に久保がそんなにプレスバックしなくても、うん、あの、トラオレと他の選手のサポートで間に合うというか、か今回の試合、ね、久保自体の攻撃性能のところで言うとベスト試合かもしれないけど、守備とか含めたらもっと、あの今日が悪いとかじゃなくて、久保がもっと頑張ってる試合って多分いっぱいありますからね。 久保師匠一番パスクでサれる。思いますね。ィアにもっと良くなるでしょうね。でも最初にしてはめっちゃ良かったんじゃないですかそう。すごい応援しちゃうよね。アーセナルでやることと違くて、まあ、中入ってる瞬間もあるんだけど、基本的にね、普通にサイドバックやればいいから、苦手なことやらされてないのがね、もう久保に依存してるぐらいの感じでしたよね。前の、なんか、ダビド・シルバぐらい,いや。だから仕上がってきたい日本ね。三笘久保、伊藤いて。 選手が育ってきた分、もう森保監督っていうのが、むしろ適材適所になってきましたね。日本の選手の成長によって。そうね、振動って言われて順調に成長してるんですかやっぱどっかではつまずくからね、腕ゴー,ールも久保もね。そこでちゃんと腐らなかったのがでかい。三笘15ゴール全然取れそうっすよね。うん。あとはイゴール次第かなあれ今んところさ、ルートンタウンとウルブスで全然仕上がってないチームというか、普通に広角圏のチームだから、 これが相手強くなった時にウェブスターとか、ファンヘッケじゃきついから、イゴールの出来次第。ライトンで次にビッグクラブ引き抜かれそうな選手。三マでしょ、普通に。いや、三笘、やばかったもんね、この間ね。あナたって最初に決めたゴールとかさ、ああいうゴールっていうのは解説してたけどさ、これ喋る必要ないんじゃないかなと思ったりするよね。いや、だって見ればもう、すごいことわかるじゃん、みたいな感じになっちゃうよね。三マの今の課題はあれですけどね、比較の選手ボール持った時に結構ライン上で待っちゃって、 ちょい前で受けるとか、ちょっとスピード乗りながら受けた方がドリブルしやすいじゃん。この三笘ここでさ、エスピニアとかこの辺がボール持った瞬間にさ、ここで待っちゃうじゃん。そうすると、ちょっとスペースに出すとここで止まってる状態だか追いつけなくて、追いついた時にはもう相手も追いついてきてて縦にボール持ってあのドリブル仕掛けられるで。少しスペースある状態でボール出せるときに回り込めをして受けると、加速ついてるからスペース出して、この状態でちゃんと三まのあのドリブル仕掛けられる。ちょ、ほんとちょっとのところなんだよ。 ここでただ開いて、こう思っちゃうと、一回止まるから。でも、これぐらいが、こんなんだっていちいちね、解説で言わなくていいもんね。あのど、どうだから、多分言ってなかったと思うけど、三笘はね、ビッグクラブが欲しがる、この質こ、個人解決力で、えー、このフィジカルの強さ、あと守備の献身性、あと行儀の良さ、うんチ、チームに属すメンタリティ、これ全部持ってるから。 バリキでグンって言って一人で決めるみたいな力がみんな一人で。ってかもうほんとそれじゃん。ビッグクラブ行く選手って。バイルなんかそんな選手しかいないからね。ペップ一番改善するとこかもね。スターリングとかそういうところすごい言われてたもんね。ルイス・ディアスいなかったらリバプール狙ったそう。確かにね。ミトマがもっと肘からすごくなった感じだもんな、ルイス・ディアス。やっぱミトマとジョアン・ペドロのさ、映像を使って解説とかしたら、ここがミトマはできてるけどジョアン・ペドロできてないとか。 そう、アディングラここできてないけど、マーチできてるとか。で、マーチもやっぱアディングラとかいい選手入ってきて、ジョアン・ペドロも入ってきて。で、ブアナロテとかもいるじゃん。だから本当に、本気でやりきんないとスタメンなくなるっていうの分かってるよね。じゃないとあの、4-1で勝ってる試合でさ、試合終わった瞬間にさ、膝に手ついてぜーぜーみたいなさ。本当デゼルビーそういうとこすごいですよね。本当にもうチームとしての団結力作るのがマジでうまいと思います。 我希的